皆さん、こんにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう。まこさま27と小室圭さん27の婚約が延期されてから早1年半が過ぎた。 2019年1月には小室さんが金銭トラブルは解決済みと理解していたとの文章を公表。バッシングの嵐はやむどころかさらに強まっている。だが、そんな風潮にことを唱える論客がいる。インドネシア元大統領夫人のデブイスカルノ氏79は条件付き賛成の意見。 関連記事、小室圭さん批判に、かつ、室井ゆずきまこさまは誰を選んでもいい。私自身もはじめは、小室さんに対し、身分不相応、不釣り合い、不敬、不損、なぜ辞退しないのご遠慮すべきなのにと、常識のなさに怒りを覚えました。しかし今は2019年ですよ。とっくに、 世界は身分も差別もなく自由思想の時代。結婚に家の問題を、公人の自由恋愛を許さない報道は日本の恥です。お二人がこのまま交際を続け、結婚の意思を折らなければ、バッシングはより一層激しくなるでしょうでも私はお二人がそれに耐え、乗り越えられ、 愛を貫く覚悟が終わりならという条件付きで結婚に賛成いたします。週刊フラッシュ2019年7月9日。